はい、こんにちは、こんばんは、はじめまして、リナです。今日はですね、すごい暑いのに間違えてね、間違えたっていうか、行けるだろうっていうノリで、まあすごい冬服でちょっと出かけてきたんですけど、そしたらね、すごい浮いてるような感じになっちゃったんですけど、まあそんな中ね、ちょっと買い物に行ってきました。はい、今日はですね、キャンドゥに行ってきたんですけど、まあ徐行駅、結構ねマニキュアするんですけど、徐行駅がまあ買いに行きたいなってことで徐行駅を買いに行ったんですけど、まあ、せっかく行くんだったらついでに、まあ、100均行って1個だけ買うっていうのはなんかね変な感じっていうか、もったいないなって思ったので、まあメイク道具とかね、いろいろ買ってきました。いろいろって言ってもまあ4点なんですけど、買ってきました。で、徐行駅がですね、これですね。はい、キャンドゥにまあ大体売ってるんですけど、これのね青色のやつを今使ってるんですけど、エナメルリムーバーっていう、まあ、マニキュアというか徐行液らしいんですけど、これのね青色のやつ、なんか匂いが結構きついのかなって思ってたんですけど、まあ、使ってみたら結構良かったので匂いも抑えられてて、まあそんなに爪も傷つけない感じだったので、で量もね多いのでこれにしました。結構ね今使ってるやつそんなに消費してないんですけど、まあ徐行液って結構ねしょっちゅうネイルしてる人だと、まあ、すぐになくなっちゃうんで、まあ100均だしいいやと思ってストック用に1個買ってきました。はい、で次がですね、メガネケース買ってきました。はい、今回はこんな感じのメガネケースを買ってきました。中がね、こういう感じですね。結構作りがまあ100均にしてはこうしっかりしてますね。今こういう、これはダイソーで買ってきたんですけど、まあ100円ショップのやつね、やっぱり1個100円ってことで、だいたい1年くらいでこの場所がね壊れてきちゃうんですね。でこれもまあダイソーで買って、その前のもダイソーで買って、でまあメガネケースね、そんなにこだわりないんで100均でもいいやと思って、まあキャンドゥ行ったついでに買ってきました。でまあこういうタイプがすぐダメになっちゃうんで、じゃあこういうタイプにしたらもうちょっと長持ちするんじゃないかなと思って、今度はこういうタイプにしました。はい、これなんていうんですかね、ビッグフレームサングラスも入る軽くて大きなメガネケースってしか書いてないですね。まあでもはい、確かにこれぐらいの幅があればね、幅というかまあ大きさだったらこうメガネも余裕で入りそうですね。はい、ということで次がメイク道具なんですけど、アイライナーと、アイブロウですね。はい、まあ、目の上に描くやつと、眉毛に描くやつですね。はい、まあ女性の方ならねそんなの説明しなくても分かるだろうっていう感じなんですけど、でまあアイライナーがねこういうタイプにしたんですけど、ペンシルアイライナー、ペンのタイプなんですけど、まあ100均行った時にリキッドアイライナーが売ってたんで、100均というかまあダイソー行った時にリキッドアイライナーって欲しいなと思ったんですけど、でもやっぱりこっちにしました。でなんでこっちにしたかっていうと、1年前に買ったですね、こちらのダイソーで買ったアイライナーペンシル、繰り返しっていうか1回で3回使えるっていうね、こういうタイプのやつを2つ買ったんですけど、まあなんで合計6回使えるんですよね。はい、ストックで使ってないので6回分あるんで、まあリキッドアイライナー買って使った時にもしもね
まあないと思いますけど、乾いて使えなくなったらもったいないなって思ってやめました。はい。で、まあ、このペンね、すごい3回、100均で3回使えるんですごいいいんですけど、今これ使ってるんですけど、このペンの部分がすごい剥げるんですね。これがちょっと私的にはダメだなって思ったんで、まあ、ちょっとね、今回はこれじゃないやつにしてみました。それで、この1本の、はい、ちょっとね、リキッドアイライナーにしたかったけど、まあ、ペンシルの普通のアイライナーにしました。まあね、今の見せたやつがなくなったらちょっとリキッドアイライナー買おうかなって思います。はい。で、最後がですね、これです。はい、6分ぐらいですね、今喋ってるの。はい。アイブロウペンシルですね。はい。アイブロウはですね、すごい早くなくなっちゃうんで、これかな、これですね。まあ、これも繰り返し使えるタイプと、まあ、今年買ったやつなんですけど、この2種類、これはキャンドゥで買いました。はい。で、これもダイソー、これはダイソーですね。はい、ダイソーさんですね。で、3つっていうか、まあ5回分、ストックあるんですけど、まあ、アイブロウね、すごい速さでなくなるんで、まあいっぱい買っても全然問題ないだろうみたいな。で、前鉛筆のタイプを使ってたんですけど、まあ、鉛筆のタイプって鉛筆削りで削らないといけないっていうのがすごい個人的にデメリットだなと思って、それからね、こういう、感じの削らなくてもなくなるまでそのまま使えるっていうやつをね、私は使っています。はい。ということで、今日の動画こんな感じで終わりたいと思います。多分この動画投稿してる頃って6月の後半とか7月ぐらいだと思うんですけど、まあ完全に今5月なんですけど5月の後半なんですけども、完全にこの格好はミスりました。はい。まあちょっとね、これから夏服をどんどんこう出していきたいなと思います。ということで、今日の動画見ていただきましてありがとうございました。この動画がもしいいなと思ってくださった方は、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、以上リーナでした。さよなら。